こちらフランスのサンクルー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ウィナーズチェスト、これは好スタート。パープルキャロット、この馬も好スタートを切りました。エアグルーヴ、前に行きそうです。ウィナーズチェスト、それに続いています。さらにはエイティブレーブ、7番、パープルキャロット、その後ろ。もう一度先頭からエアグルーヴ、先手を取りました。すぐ後ろにステイサンダース、さらにはエイティブレーブ、黄色の帽子。シークレットハウス、その後ろ。アポロキャロット、すぐ後ろ。その外にシャープコンティネント、クリスタルグルーヴ、そのうちに続いています。その外にアルコンバット。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはエアグルーヴ、その外からメイントレール、黄色の帽子。シークレットハウス、その後ろ。すぐ隣にウィナーズチェスト、その横にカナディアンアヘッド、ステイサンダース。この馬もこのグループ 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはウィナーズチェスト、2番、エアグルーヴ、2番手を追走しています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。エアグルーヴ早くも先頭。エアグルーヴさらにリードを広げます。2番手はステイサンダース。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。エアグルーヴ先頭、2馬身から3馬身のリード、あと 200m、 エアグルーヴ先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れた。2番手はステイサンダース、完璧です。圧倒的な強さを見せました。エアグルーヴ1着、2着はアルコンバット。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。エアグルーヴ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ直線に入りました。これからの勝負。先頭変わってアブクマポーロ、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手はグリーンサンダー、懸命に追いすがります。残り 200m、 アブクマポーロ先頭だ。後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はハイキングウェーブ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。アブクマポーロ1着、2着はハイキングウェーブ、1番人気に応えました。アブクマポーロ見事です。さあいよいよ直線の攻防。先頭は東証オレンジ、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はリッチウェイ、残り 200m、 東証オレンジ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。サイチコンコルド抜けた。アロハドリーム追いすがります。サイチコンコルド、サイチコンコルド1着、2着にはどうやらアロハドリーム、サイチコンコルド見事な勝利です。
第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭変わってアグネスデライト、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はゴールデンジャック、先頭を捉えるか。やはりアグネスデライト先頭だ。アグネスデライト先頭、差はほとんどありません。アグネスデライト先頭、2番手はゴールデンジャック、先頭はアグネスデライト、1着でゴールイン。アグネスデライト1着、2着にはどうやらスイートセレクト、1番人気に応えました。アグネスデライト見事です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭は河内サタデー、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。必死に追う河内サタデー。2番手はセンターライジング、河内サタデー1着。河内サタデー完勝。河内サタデー1着、2着はセンターライジング。これは桁外れの強さだ。河内サタデー。短い直線に入って、後続は届くかどうか。ここで先頭変わりました。先頭はマニックゲーリック、しかし後続の足色もなかなかいい。桜タック迫る、やはり強い。マニックゲーリック、マニックゲーリック、マニックゲーリック1着、2着にはどうやら桜タック、マニックゲーリック見事1番人気に応えました。京都競馬場では G1 エリザベス女王杯の発走です。3歳牝馬が秋華賞での勢いそのままに、古馬の壁すらも飛び越えるか、それとも古馬牝馬が実力の違いを見せつけるか。さあ最後は大外枠のサンシャインケリー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。スターバレリーナ、これはいいスタートを切りました。キャッスルゲイル、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してスターバレリーナ花に立ちます。その後ろからはノーブルキャスター、この馬も上がっていく構えです。さらにはサンシャインケリー、16番、アイノスパーク、その後ろワンダーパフューム、どうやら後ろからになりそうです。では前の方からエイシンサンサン先手を取りました。その外にアイノスパーク、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気のダンスパートナー、現在馬群の中ほどにつけています。もう一度先頭から見ていきましょう。スターバレリーナ先手を取りました。黒の帽子エイシンサンサン、その後ろ
ウィルビーコスモス、すぐ後ろ並んで18番サンシャインケリー、アイノスパーク、この馬もこのグループ1000メートルを通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。スターバレリーナ先手を取りました。すぐ隣にレーシンサンサン、さあ勝負どころ。京都競馬場3コーナー、坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。さあ先頭はエーシンサンサン、ここで先頭が入れ替わりました。スターバレリーナ、エーシンサンサン2番手に控えました。スターバレリーナ先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はエーシンサンサン、あと 200m、 スターバレリーナ先頭だ。リードは2馬身、このまま押し切れるか。スターバレリーナ、ダンスパートナー差し切った。先頭はダンスパートナー、1着でゴール。ダンスパートナー1着、2着にはどうやら桜キャンドル、これが二冠女王の実力だ。ダンスパートナー